名付けサバリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、女性のピアニストを紹介したいと思いますけれども、今日はですね、綺麗な人たちを今でもバリバリです。60歳ぐらいですかね。彼女が、34、5年前、もう本当にデビュー間もない頃に出した、レコードを紹介するんですけれども、誰でしょうか。今日はですね、この人なんですね。どうですか。もうイリアーヌ・イリアスという人です。で、以前ですね、2回私のチャンネルで紹介しました。この2枚をですね、紹介しましたね。イリアーヌ・イリアス、この人ですね、この人です。で、発売順からいくと、これが最初だったと思います。それから、これを、紹介しました。それぞれもうアルバムの特徴を持った、アルバム作りがちゃんとしっかりしている、ということです。それで、ここにありますように、ブルーノートなんですね。もう再生ブルーノートの本当に重要なミュージシャンであったと思うんですけども、まあ、今でもそうなんですけども、それで、これとこれの順番ぐらいですかね、発売順でいくと。それで、これより前に、もうちょっと、コンテンポラリージャズというか、ちょっとラテンチックな、ランディ・ブレッカーと、やってるレコードがあるんですけども、それで、そのブレッカー兄弟と関わりのある人ですね。というと、ランディ・ブレッカーと結婚してたんですね、このイリアヌ・イリアスはですね。お兄さんはマイケル・ブレッカー、サックス吹く方ですね。で、弟のランディ・ブレッカーはトランペット・フリューゲル方を吹く人です。と、この今挙げたレコードのブレッカー兄弟が協力してるんですね。これもランディ・ブレッカーと自分自身がプロデュースしてですね。それで、前も、紹介しましたけども、後に彼女は、ランディ・ブレッカーと離婚して、次にそのマーク・ジョンソン、ビル・エヴァンスの最後の、エヴァンスが最後死ぬまで、いたそのマーク・ジョンソン、若きはマーク・ジョンソンと結婚したんですね。で、今ももちろん一緒にやってます。ピアノトリオ、彼女マーク・ジョンソン、このドラム。それで、日本にも来てます。それで、去年もですね、6月に、来日予定があったんですけども、コロナということで、延期になりましたね。いつ今度来るのかちょっとまだ予定が立ってないと思うんですけれども、行きたかったですね。見てみたかったですね。はい。はい。それで、先ほどの2枚も、このレコードもそうなんですけど、もうサイド面が強力なんですね。今日お届けするこの、イリアヌ・イリアスのこのレコード。ベースがエディ・ゴメスなんですね。これも、なんて言いますか、エヴァンス絡みっていう感じがしますよね。さっきの音源もエディ・ゴメスが絡んでるんですね。それで、今日お届けするのは彼女のピアノ、それからエディ・ゴメスベース、で、ドラムがジャック・ディジョネットですね。これもあれですよね、すごいですね。で、曲によっては、ピター・アスキン、
のウェザーリポートピーター・アースキーです。はい、それで肝心な彼女のそのピアノに関してなんですけど、もう素晴らしい、もうピアノのラインとかですね、タッチ素晴らしいですね。自分で曲も作る作曲能力もありますし、それと彼女はブラジル出身なもんですから、そういったこういうボサノバとかサンバとかそういったラテンチックな、ものを入れてですね、自分の曲を作ったりとかですね、素晴らしいピアニストです。ハービー・ハンコクも彼女のことを絶賛してますよね。はい、それで今日お届けするのはですね、このレコードではバド・パウエルの曲をやったりとかですね、チャールズ・ミンガス、それから自分自身の曲、クラスタンダードをやってるんですけども、今日はですね、イーストコースティンっていう、曲を紹介したいと思います。イーストコースティンといえばチャールズ・ミンガスの作った曲で、ミンガス の突っ立ってる1957年の、イーストコースティンっていうアルバムがあります。ベツレヘムでから出てます。ベツレヘムのミンガス1作目ですかね、そこにはビル・エヴァンスが入ってるんですよね、そのレコードには。はい、そのイーストコースティングを彼女は弾きます。メンバーエディ・ゴメス、ここではドラムはジャック・ディジョネットです。このピアノトリオの演奏になります。素晴らしいでしょう。はい、彼女の場合もこれ1987年、もう90年前後ですので、もう CG の時代になってきますので、アルバムとしての形態のものではなかなかないものですから、紹介できるものはそれほど、これで3枚目になってしまいましたけれども、まあ、CD でもうその後もすごく出てます。ぜひリリアヌ・イリアス、いいでしょう。はい、お待たせしました。ではお届けします、ジャズはいいよ。